こんにちは、キーです。今回はリラクリヘのオリジナル商品アーシングシューズをレビューしたいと思います。自身は PC や冷蔵庫などそれぞれの電化製品を必ずアース接続して使用していますが、その理由は PC に例えましたら、つながっているモニターから発生する電磁波の低減により目の疲れが少なくなり、 PC 本体のフリーズ等のエラー発生が少なくなることと、冷蔵庫に例えますと生野菜の疲労進行度合いが遅くなることが実体験にて確認できています。それと同じで、人間も身体をアースすると健康促進上理想ではありますが、では実際にどのような効果が得られるかと言いますと、これからの寒い時期に発生しやすい静電気や空中にはびこっている電波やスマホ操作などによる帯電から身を守る効果が期待できます。本当の理想的な観点で言いますと、動物のように裸足で歩くことですが、実際の生活では難しいと思いますし、そのような光景を見かけるのは海辺の海水浴場くらいでしょう。アーシングシューズは外出先での日々の生活をしながら帯電しないように目を守り、疲れやすさなどを低減させるグッズの一つになります。では早速詳しく見ていきたいと思います。はい、早速箱から開封しましたが、こちらがアーシングシューズのスニーカータイプになります。色はブラックと白の2色で、サイズは23、24、25、26、27センチの5種類ありまして、今見ていただいているこちらは27センチの一番大きなサイズになります。この底面を見ていただければ分かりますけども、この黒い部分ですね、こちらが導体製素材になっていまして、このインナーのこちらの部分ですねとつながっています。なるほどって感じですけども、では実際に裸足で履いてみて、早速テスターを使用し身体との導電チェックをしてみたいと思います。では早速ですが、個人的にこの気になっているこの導電性の素材ですね、ちょっとゴムっぽい感じなんですけども、ここの通電チェックをしてみたいと思います。このリラクリヘさんのテスターを使用してみたいと思います。ちょっと接続しますね。ここ刺して抵抗を測るのはこっちですかね。このキャップも外したいと思います。はい、外れました。まずでは抵抗にしてちょっと光らせて、ここですね、こことここ、おー、ちゃんと触れてますね。ちゃんと導電性というのが確認できますね。では引き続きまして、実際に自分自身が履いてみてもう一度測定してみたいと思います。はい、早速履いてみました。この状態でも見てみたいと思います。こちらの黒いとこですね、ここと自分自身の手が触って触れれば、おー、きっちり触れてますね。今は裸足ですが、リラクリヘのメーカー様曰く、体重の圧力がかかっていましたら靴下を履いていても大地と同電位になるとのことです。はい、最後にファッションチェックをしています。いかがでしょうかね。なかなかいい感じじゃないですかね。素晴らしい。個人的には黒が好きですかね。実際白色も履いてみたいと思います。はい、白色を履いた感じはこのような感じですね。ものすごい歩きやすいですね。ウォーキングするのも最高ですね、本当に。ちょうどこの胴体のチョボが当たってるのが分かりますね。いい感じです。はい、ではアーシングシューズの全容が分かったところで、最後のまとめに移りたいと思います。はい、今回はリラクリヘのたくさんあるグッズの中からアーシングシューズをレビューしてみましたが、いかがだったでしょうか。現在の生活に欠かせないスマホは利便性抜群ですが、基地からの電波を受けることにより操作すると身体が帯電しやすいですし、車も同じで帯電すると疲れが溜まりやすいですから、サービスエリアやコンビニで休憩するたびに直接大地にアースできて良いと思います。毎日のウォーキングが欠かせない人にも良さそうですね。スニーカー以外にアーシングビーチサンダルも商品展開しています。健康促進のアーシングにご興味がある視聴者様は、関連する動画が他にもありますので、相乗効果も期待してチェックしてみてください。よろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。